小さな国土に数々の山がひしめくここ日本は、至る所に峠道が存在する。かつては人々の生活を支える流通経路として活躍したが、高速道路網が整備された昨今では、その風光明媚な環境から観光地として生きながらえている。京都の観光地にして国の史跡名勝に指定されている嵐山北部にある観光道路もまさにそんな場所だ。この地を全面封鎖して、生まれも育ちも異なる最高峰のマシンによる全開アタックを繰り広げる。